初めてニューヨークで開かれる個展まであと1週間。青木の作品作りは追い込みに入っていた。楽しみですよね、アメリカ人。びっくり差し上げたいですよね。どうだろう。できるかな。呆れたことに、切迫したスケジュールの中で新しい技法を試そうとしていた。手作りの小さな釜にすでに焼き上がり完成した器を入れてもう一度焼く。普通陶芸って1回しか焼かないんですけど、やっぱり何回も焼くことによって表情が変わってきたりして、そんな面倒くさいことやらないです。面白いですよこれ。少年のような好奇心、どのような変化が生まれるか、答えなど誰も知らない。ゆっくりと熱を冷ますために上からもみ殻をかける。最後にバケツで蓋をした。こんなんできるかな。楽しみだねこれ。器は刻々と表情を変えているはずだ。7月、ニューヨークに降り立った青木は、出発直前に焼き上がった作品たちを抱えていた。他の作品はすでにギャラリーに送ってある。おはようございます。暑いな。ほやほやでしょ。ほやほやですよ。もうそれ一番最新ですね。お披露目を待つ70余りの作品にひときわ異彩を放つ黒い器が加えられた。何度も焼かれバケツの中で転生を繰り返したあの器、青木はブラックジュエリーと命名していた。個展のタイトルはセラミックラボラトリー陶器の実験室。審美眼を持つアメリカのアートファンたちは青木の試みをどう見るのだろうか。I couldn't figure out how he made like the metallic ones, but a lot of them looked really cool. Like the ones that kind of had bubbles on them, it looked like craters on the moon or something. It was awesome. Thousands of years already, but you can still create something new with this kind of thing. So that surprises me really. その斬新さは高く評価された。手応えありまくりでしたね。いい感じです。まだ始まったばっかりなのでじわじわと浸透しててもらいたいと思います。個展を終え工房に戻ると再び釉薬の調合を繰り返す日々が始まった。あるところから陶器のオブジェを作ってほしいと依頼されている。その眼差しが目には見えないものを探していた。手にしていたのは昆虫図鑑。いたずらっ子のような瞳をくるくるさせて湧き上がるイメージを追いかけ始める。陶芸家青木亮太は依頼されたオブジェの制作に没頭していた。試作品の一つが焼き上がる。昆虫図鑑に触発されたイメージは密教のホームを思わせる不思議なオブジェに結実していた。
烈の炎で見えないものに形を与える特製の窯なのかもしれない。止まりたくないですもんね、新しい飲みたいので。もやもやします。やりたいことはこれとこれとこれでつって。